キリッツドアラチャンネル。名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの1番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。1番バッターが出塁できるんでしょうか。まずはドラゴンズの先発三つ間が名古屋ドームのマウンドに上がります。さあ、ベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。初球ストライク。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。惜しいですね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。まあ次は釣り玉でもいいですね。なるほど、さあインコース詰まりました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。高橋が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている宮崎。昨日はマルチアンダーを記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。三つ間、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは三つ間、そしてキャッチャーは大野。この三遊間抜ける。これで7試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは3番ソト。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。さあ追い込みました、まあ、次はボールでもいいわけですから、思い切って内側をえぐるような球を投げ込みたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。一塁牽制セーフ。打ちました、いい打球だ。伸びていく、どうだ、入れば先制。そのままスタンドに入りました。先制のツーランホームランです。ベイスターズ、ドラゴンズ痛い一発を浴びています。ドラゴンズ先制を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターボックスには4番ロペス。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました、まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。さてこのロペス、どういったタイプのバッターでしょう。引っ張った、ヒットになりました。これで3連打。ワンアウトランナー1塁となりました。打順は5番梶谷。昨
昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが初球、初球打ち、これはどうだ、センターに抜ける、これで4連打、ワンアウトランナー二塁一塁、打順は6番佐野。ドラゴンズこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面、いや小宮山さん、やはり先ほどのホームランで乱されましたかね。どうでしょう、まあそういった意味でもこれ以上失点しないで回を終えることですよね。なるほど、さあここはこれ以上失点したくないところ。これもインサイド、ここは見極めました。警察狙い、インコースに攻めてきました。次はツーシームを今の打ちました、ショートゴロ、ショート取った、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。まあこれ以上は点はやれないですからね。しかしこの回ベイスターズツーランホームランで先手を取りました。2対0、ベイスターズ先制です。赤星さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。そうですね、1番バッターが出塁できるか、これが僕は一番大事だと思います。はい、両チームの1番バッター注目しましょう。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の浜口。さあドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。平田が打席に入ります。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目は何で来るか、打ちました、ピッチャーが取る、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている高橋。昨日のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。さあ初球は何か、初球はボールになりました。落ちる球、見逃してストライクです。3球目打ちました、レフト掴んで2アウト。この大島、ここ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、バッティングの調子はどうなんでしょう。はい、少し打席で迷っているようなところがあるので、開き直って狙い球をはっきり絞るといいでしょうね。なるほど、そうですか。さあここから調子を上げていきたい。最初は変化球できました、ボールになります。これが2球目、いい球でしたね。はい、外のストレートがストライク、147キロ。低めの変化球です。打ちました、サード取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わりました、2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。2回になります、7番から始まるベイスターズの攻撃、バッターは伊藤。2試合当たりが出ていません。さてドラゴンズの先発は三妻、昨シーズンは2勝を挙げています。
前回の登板は8イニング投げて自責点2、勝敗はつきませんでした。落ちる球できました。抑えの効いたいいボールですよね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。8番バッター大和、三つ間、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。さあ追加点のランナーを1塁に背負います。そして打席にはピッチャーという場面です。そうですね、バントも十分考えられますね。なるほど、そうですか。初球は打ち、今のはいいボールでしたね。はい、まあ、今ので踏み込みづらくなったでしょうから、次は外でカウント取りたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。さあ2球目は何か、バントしました。これはファウル。ここもバントの様子も見送っています。小宮山さん、盗塁がありそうな場面で今のような落ちる変化球というのは投げにくいものなんですか？やはり落ちるボールでワンバウンドになった場合のことを考えるとちょっと投げにくいですね。ああ、やはりそうですか。送ります。三つ間、一塁送球、アウト、ツーアウト、送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁。改めてお聞きします、バッターボックスの神里、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあそうですね、打ち取ったはずなのに内野安打になってしまう嫌なバッターですね。ああそうですか。インロー、ボール先行です。これは変化球、ボールが3つになります。4球目は何で来るか、高め、見送ってストライクです。5球目は何で来るか、いやー、まさにコーナーギリギリですよね。インローへキレのある変化球が決まっています。スリーボールから粘ってフルカウントです。さあこれで決まるのか、打ちました、高いバウンド、ピッチャーゴロ、強打、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2対0 DeNA ベイスターズがリードしています。2回裏に入ります。さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。ビシエドが打席に入ります。ドラゴンズビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧につないでいきたいですよね。そうですね。次が2球目、アウトコースへ決めました。引っ張った、ヒットになった。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。
バッターボックスには5番福田。昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。そうですね。さあここも期待がかかります。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インサイド打ち上げました。弾き返した打球は右中間へ。ライトが取りました。バッターは石川。ワンアウトになっています。インサイド変化球決まっています。ファウルになります。危ない球です。打ちました。これはどうか。二塁へ。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。併殺は避けなくてはいけなかったですよね。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2回終了2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。小宮山さん、早い段階で先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。そうですね、もうこれ以上点をやらないようにということで、ちょっと窮屈な感じになりますかね。なるほどね。この後どのように修正してくるんでしょうか。打ちました。痛烈、わずかに左に切れました。ファールボール。スライダーが決まります。ワンボールツーストライクです。打ちました。痛烈、これはショートライナー。今画面に出ているのが先ほどの配球です。初球空振りです。インハイ決まっています。ノーボールツーストライク。ファウルになります。際どいコース外れました。見逃して三振です。打席には4番バッターロペス。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。まあここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところ。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。体に近いところ。高め、ストライクになります。ツーボールツーストライクです。
高めのボール打ちました。レフトへ打球伸びる。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。2球目は何で来るか。空振りになります。あっという間に2ストライクです。インコース変化球決まりません。これが4球目。打ちました。切りました。ファウルボールです。打ちました。取りました。アウト。ワンアウトです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている大野。浜口、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。初球ストライク。高めスライダー外れました。外の低めです。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。取りました。一塁送球。ツーアウトになりました。次はピッチャーの打順ですが、先発の三つ間がバッターボックスに入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。引っ張った。これはどうだ。三遊間抜ける。これがプロ入り初ヒット。ツーアウトランナー一塁。打順は1番に帰ります。バッター平田。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。釣り玉に手が出ました。ノーボール2ストライクです。よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。打ちました。ピッチャーゴロ。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3回終わって2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。バッターボックス梶谷、ここはさっき打たれたスプリットの使い方には注意したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。さてバッターの梶谷、どういうバッターなんでしょうか。インサイド、ライトに上がった。この打球はフライになっています。上がりすぎました。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスには6番佐野。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。
まずはワンアウトを取っています。空振り。2球目打ちました。強打が掴んで2アウト。7番バッター伊藤、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。2アウトになっています。まず何を投げてくるか。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ここは落としてきました。打ちました。ショートが取る。一塁アウト、スリーアウトです。この回ベイスターズ三者凡退です。2-0 DeNA ベイスターズがリードしています。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。打席には2番バッター高橋、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打ちました。セカンドの右抜ける。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー2塁です。さあドラゴンズ得点圏にランナーを置いています。そうですね、終盤に差し掛かる前に点差を詰めておきたいですよね。そうですよね。まあそして頼りになるバッターに回りましたから非常に期待できると思いますね。はい。さあこのチャンスをどうものにしていくのか。赤星さん、バッターの大島、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、特に左に弱いということはないと思いますね。左右同じくらいの成績を残しているはずですからね。ああそうですか。次が3球目。釣り球、しかし誘いには乗りません。見送ってボール、3ボールになりました。いやこれを打ちに行くのは難しいでしょうね。インローのストレート、力のあるボールです。さあフルカウント。センターへ持っていった。抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。つなげたい場面でしたからね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には4番のビシエドが入っています。初球打ち、打球はいいところに飛んだか。掴んで2アウト。2アウトランナー2塁となりました。まあ積極的にいった結果ではあるんですけれどね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには5番の福田が入っています。インコースの変化球見ています。これは見送ってボール。うちのボール打っていった。掴んで3アウト。反撃は許しませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4回終わって2-0。
DeNA ベイスターズがリードしています。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあ、そうですね。ただ、まあ、どうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めている感じですかね。ベンチの動きにも注目です。変化球は外、変化球インコース、ストライクです。ワンボールツーストライク。高めのボール、センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。センターが取りました。ピッチャーに打順が回って、先発の浜口がバッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜いてはダメですよね。そうですね。これが2球目、落ちる球、見逃してストライクです。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。アウトコース見送っています。さあ4球目は何か。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。変化球空振り。打順はトップに帰って神里。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが三間、そしてベイスターズが浜口、この2人の投げ合いとなっています。3球目は何で来るか。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。取ってスリーアウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。赤星さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。今日のストレートの走り具合や変化球のキレも分かってきたと思いますから、ここからですよね。そうですね、バッターの奮起に期待したいところです。入れてきました。あっという間に2ストライクです。外へのボールは入りません。インサイド落ちました。これはどうか、破りました。センター前、これがプロ入り初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは7番京田。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さて、このところのドラゴンズですが、ここまで2連勝。バントしました。取りました。一塁へ送ります。アウト。微妙なタイミングではありますが、一塁アウトです。さあドラゴンズ、得点圏にランナーを置いています。この辺りで点差を縮めておけば、この後の展開に期待が持てますよね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには大野が入っています。右中間へ、ワンバウンドヒットになった。ホームに送球、右中間へのヒット、これが今シーズンの初ヒット。
さあバッターボックスには先発の三嶋が入ります。ベンチはまだ彼で行くということなんでしょうね。うん、そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。危ない球です。ボール先行です。これが3球目。外へのストライク。抜けていった。二塁はセーフ。サードランナーホームイン。ドラゴンズ1点返しました。2対1になりました。自らのバットで1点をもぎ取りました。ご覧いただきましょう。ピッチャーにタイムリーが出て点差を縮めます。まあやっぱり積極的にバットを振っていった結果ですよね。ここで得点が入りました。さあそしてバッターボックスには平田が入ります。まあドラゴンズとしてはここは勝負どころでしょうね。さあチャンス。タッチもセーフ。初球はストライク。ストレートが決まっています。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。サードが抑えた。二塁へ送球。二塁アウト。際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。2番バッター高橋。ドラゴンズこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけなおも同点のチャンスを迎えています。さて赤星さん、この高橋、はい、しっかり捉えた。抜けた。センター前に抜けます。中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰っていきました。ドラゴンズ同点。2対2。振り出しに戻りました。さあ同点にしたシーンですがもう一度ご覧いただきましょう。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。ここでさらにつなぎたいですよね。まあ彼は勝負強いバッターですからチームとしてはここで得点しておきたい。初球抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。勝ち越しのランナーが三塁を回った。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ勝ち越し。3対2。さらに二塁一塁のチャンスが続きます。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。この場面で守備に乱れがありました。しかし試合はまだ中盤。勝利を引き寄せるためには追加点まで行きたいところ。さあそして打席にはビシエドが入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんからもっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。さあ2球目は何か。このストレートは入りません。バッター見送りましたが打ちいっぱいのストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。次が4球目。大きく外れました。ストレート打っていった。ぐんぐん伸びる。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点でリードしました。5回終わって3対2。ドラゴンズ逆転に成功しました。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。
まずは1回の表ランナー1人を置いて3番ソト、追い込まれてからの一発、ドラゴンズ一振りで先制点を奪われます。4回の裏ランナー2塁のチャンス、しかしここは内野フライに打ち取られます。点差を縮めることができません。そして先ほど5回裏の攻撃、ワンアウト1塁3塁でピッチャー三間センターへ運ぶタイムリー、ドラゴンズ1点を返します。さらに続きます、一打同点という場面、2番高橋センターへ運ぶタイムリー、ドラゴンズここで追いつきました。続く攻撃、一打勝ち越しのチャンス、3番バッター大島、その初球をしっかり弾き返します。ドラゴンズ勝ち越しに成功しました。名古屋ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃、2番バッター宮崎、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はいい当たりでしたから、タイミングは合ってると思いますね。ここは慎重に行った方がいいですね。なるほど、そうですね。ドラゴンズ1点リードで迎える6回です。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。はい、落ちるボールはこれは外れています。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックス外、今日はホームランを放っています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。三間、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド落ちました。この当たりはどうか、レフトが取りました。ツーアウトです。打順は4番ロペス、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール、スライダーできました。いいコースでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。4球目は何で来るか。インサイド落ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。インサイド落ちました。ファールゾーン切れそうです。ここもファールです。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対2、ドラゴンズが1点をリードしています。6回の裏ドラゴンズの攻撃、バッターは5番福田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ドラゴンズ1点リードで迎える6回の攻撃です。よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。改めてお聞きしますが、この福田どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来はフルスイングで長打を狙っていくバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。打った、大きな打球になった、
レフトバックするバックする、スタンドには届きません。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。福田、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや本当にうまく反応しましたよね。バッターボックスには代打の堂上。赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあこの先の展開を楽にするためにもこの場面で点を取りに行くということでしょうね。なるほど、そうですね。さあ得点につなげていきたいところです。まずはボールから入りました。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ファウルです。ワンボールツーストライクです。左中間へ、大きいぞ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサブがパスを蹴った。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ追加点、4対2。さらにチャンスは続きます。ご覧いただきましょう。代打にタイムリーが出て点差を広げます。いや、いいバッティングを見せてくれましたよね。試合中盤徐々にリードを開いてきました。ここで突き放しておきたいですよね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の京田が入っています。まあここは右方向を狙ってるかもしれませんね。なるほど、そうですか。最低限ランナーを進めるバッティングをしてほしい。赤星さん、バッターの強打、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、左ピッチャーを苦手にしているということはないと思いますね。ああ、そうですか。赤星さんが進塁打を狙うのはどういう時でしたでしょうか。そうですね、ランナー二塁の状況で追い込まれてしまったら進塁打を狙うことはありましたね。ああ、そうですか。これが4球目、内に持ってきました。バントしました。三塁方向、ピッチャー取った。これは際どかったが一塁アウト。送りバント。バッターボックスには代打のアルモンテ。初球は何から入ってくるか。打ちました。ファウルボールです。いい当たり、抜けていった。サードランナーホームイン。中継にボールが送られる。ドラゴンズ追加点を挙げました。5対2。これでリードは3点となりました。ご覧いただきましょう。代打にタイムリーが出て点差を広げます。いや、いいバッティングを見せてくれましたよね。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。さあ打席には先発の三嶋が入っています。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。
2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー3塁1塁。さあ、そしてバッターボックスには平田が入ります。さあ、チャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。うん、なるほど、そうですよね。低めは外れました。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。うん、なるほど、そうですか。サードランナーホームイン。ドラゴンズ1点追加します。タイムリー内野安打、6対2になりました。ドラゴンズ4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあ、こうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。ここでの追加点は願ってもないことでしょう。バッターボックスは2番高橋。ドラゴンズこの回3点を入れています。さあ、4点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。いやー、見事な集中打ですね。どんどん続いてほしいですよね。はい、さらに続けていきたいところ。あ、いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。打ちました。掴んで2アウトです。セカンドランナー飛び出している。2塁転送はアウト。ダブルプレー。しかし、この回ドラゴンズ3点を追加しています。6回終了、6対2。ドラゴンズのリード広がっています。これから7回、ドラゴンズに選手の交代がありました。小宮山さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか。まあ、あとはブルペン次第ですよね。繋いで繋いでということでしょうから、継投のタイミングにも注目したいと思います。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。さあ、3球目は何か。よく見ましたね。インサイド打ち上げました。打球はライトへ。ライトが取りました。ワンアウトです。6番バッター佐野、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。三つ間、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ライトへ打球伸びる。ライト掴んで2アウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。次が2球目。スライダー外れます。引っ張った。どの上が掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6対2、ドラゴンズがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。7回の裏、ドラゴンズの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。砂田が2番手としてコールされています。赤星さん、打線がつながっている時というのは、やはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか。気持ちの部分で相手よりかなり優位に立ってますからね。そうですよね。インサイド落ちました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは4番ビシエド。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになっても走ってきた。キャッチャー送球してナイスセーフ。盗塁成功。さあ、チャンスになりましたよね。
やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。このカウントは狙うゾーンを少し打ちました。ファーストゴロ、ロペス一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。さあそして打席には加藤が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。なるほど、そうですね。さあまず1球目インサイド落ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン。ドラゴンズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。7対2、ドラゴンズリードを5点に広げています。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。牽制、一塁はセーフ。アウトコース外れました。ヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウト三塁二塁です。これが1球目打ちました。ショートが前に来る、取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトになっています。インコーススライダー決まります。打ちました。ボテボテ、セカンド取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ドラゴンズ1点を追加しています。7回終わって7対2、ドラゴンズのリード広がっています。8回まで来ました。追いかけるベイスターズの攻撃、バッターボックスは8番ヤマト。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。初球打ち、高橋抑えてワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、バッターボックスには代打の柴田。小宮山さん、この展開で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター神里、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。この回の三つ間、早くもツーアウト、まだ3球しか投げていません。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。2球目は何で来るか。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。次が3球目、引っ張った、さあどうだ。平田が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7対2、ドラゴンズがリードしています。8回の裏、ドラゴンズの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号17、三島がマウンド上に上がっています。8回の裏、
この回ピッチャーからの打順でしたが、ドラゴンズは代打を送ります。バッターボックスには代打の阿部。まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。インコース決まってストライク。155キロがいきなり出ました。外へのカーブ外れました。空振りになります。ワンボールツーストライクです。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。打ちました。大和一塁送球アウト。ワンアウト。打順はトップに帰って平田。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。ワンアウトランナーありません。大きく外しています。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックス高橋。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。ファウルになります。ワンストライクです。打ちました。ショート取った。一塁アウト。スリーアウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。8回終わって7対2ドラゴンズがリードしています。これから9回ベイスターズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。祖父江がマウンドに上がります。最後の締めを任されました。痛烈。これはどうだ。セカンドの右抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは3番ソト。今日はホームランを放っています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。ピッチャーゴロです。阿部セカンド送球。セカンドフォースアウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。バッターボックスには4番ロペス。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ベイスターズダブルプレーでランナーなくなりました。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。この球は外れています。打ちました。切れました。ファールボール。打ちました。ライナー掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。試合を制したのは中日ドラゴンズです。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームが乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。
勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。